シャス、コウキです。はい、というわけで、今日も、まったりね、ソロトークやっていきたいと思います。いやー、もう暑すぎる。もうやばい、もう暑い、暑い、暑い。もう暑いだからね。暑すぎだよ、もう本当にもう35度を超えるのが普通でしょ、今。もうね、シャッフルなんてやっても、グラグラだよ。頭も痛いしね、もう汗だくだし。あー、暑い。ってことで。いい、いい音。あ、やべ。うまい。まずね、今回話したいのは、ファットパンツ。ファットパンツって、メルボルンシャッフルやる人なら、多分みんな知ってる。ファットパンツ。まあ、主に、オーストラリアスタイル、AUS、アウススタイルをやる人が履くのかな。実際僕もね、今、5着ぐらい所持しております。まあ、そんなにやって使うのかって言われたら、まあそんな今最近履いてないんですけど、ファットパンツ、ファットパンツとてもいいんですね、実際。まあ、効果的に、まあ、実際ちゃんとした効果がどんななのかちょっと僕わからないんですけど、まあ、ファットパンツって、まあ、名前の通り、太いパンツってことなんですけど、ファットパンツを履くことによってですね、まあ、足がある程度隠されるわけですね。で隠される と、ランニングマンで移動したり T ステップで移動した時に、なんていうの、地面をスーって滑ってるように見えるんですね、ファットパンツを履くと。まあ、なんていうんだろう、まあ、履いてない動きよりかは、まあ、移動して見えると、まあ、それが、まあ、一つの効果だと思うんですけど、それでですね、ある問題が起きます。まあ、ちょっと言い方が悪いかもしれないけど、あんまりアウススタイルができてない人がファットパンツを履いてやるとできたように見える。でイコールはすごいできてるって皆さん定着しますよね。そしたらファットを脱いでシャッフルをした時に、あれ、ファット履いてる時と全然違うっていう風になっちゃうんですよね。実際僕も、前やった時自分すんごい下手くそで、まあ、過去の動画とか見てもらったらやばいなっていうのは伝わると思うんですけど、ファッツが届いてですね、履いたんですよ。そして、自分で動画撮ってみたら、全然やっぱ違うんですよね。ファッツの効果ってこんなにあるのか。まあ、それですごい嬉しかったんですけど、まあ、よくよくね、後で考えたら、ファッツに頼っててもちょっといけないなと思って、まあ、これ、気をつけてほしいと思うんですけど、まあ、まずは、まあ、ファッツもいいと思うんですけど、買って履くのは。ファッツなしでアウススタイルとか普通のシャッフルを極めてもらって、それからファッツ履いた方が自分的にはいいのかなと。まあそれはね、脱いで、見てもらった時に、なんか違うなって思われるよりも、脱いでも、あの人ファッツ履いてても履いてなくてもうまいんだっていう風な方が、まあ多分皆さん的には多分いいと思うんで、自分もそれの方が絶対嬉しいんで、なので、まあ、あんまりファッツには頼りすぎないように、まあ、気をつけてください。次、ですね、僕の目標についてですね、目標っていうか、まあ、目標にしてる人、ツイッターでも上げたんですけど、僕フリースタイルマジで尊敬してるのがメンズっていう中国のシャフラーなんですよ。前にYouTube でもコラボ動画とか出したんですけど、でも彼、もう本当にすごいです。彼は確か5年ぐらいシャッフルやってるのかな。5年ぐらいで今大学生なんですけど、いやもうね、レベルが違う。本当に、実際言うともう僕はあの人のフリースタイル、もうね、大好きすぎて、もう連絡も自分から取り入って、もうこの技何、この技何ってちょっとめっちゃ教えてもらってるんですよ。今現在も。で、彼はね、優しいんで、ちょくちょくね、動画送ってきてくれたりして、まあ、僕も、まあ、先生みたいな感じでね、教わってるんですけれども、いやもう、メンズを超えたい。超えたい。でも、多分、シャッフルダンスに関しては、超えるっていうことができないんだと思う。みんな、この人より上になりたいっていう気持ちはあるだろうけど、シャッフルダンス、まあ、ダンス全般的に、なんて言うんだろう、やっぱ、個性が出るじゃないですか。個性、その人の個性っていうのはもうまるっきり真似っていうのはできないんで、真似ができないイコールもう上に、その人より上に行けないってことなので、
まあ、絶対上にはいけないんですけど、まあね、僕は今もメンズを目標としてね、ずっと頑張ってます。というわけでですね、今日はここで、ハードスタイル聞きたいなって思ったんで、はい、聞きましょう。この曲、おすすめです。いやー、ハードスタイルいいね。聞いてもらった、曲はですね、マックス・エンフォーサーっていう、ハードスタイルの DJ さん、めちゃめちゃ有名で、僕がマックス・エンフォーサー知ったのはまあわりかし最近半年前くらいなんだけど、でなんと来週のですね日曜日に、F ディスのアニバーサリーっていうねハードスタイルイベントがあるんですけど、なんとマックス・エンフォーサー来ます。もうね、ぜひね、もうマックス・エンフォーサーの歌を浴びてね、帰りたい。帰りたいってもう帰る予定なんだけども。ということで、今日はこんぐらいにして、また次回お会いしましょう。バイバイ。